はいどうもこんにちは、ペペンです。今回もマイベルスナップやっていこうかなというふうに思います。で今回なんですけども、パチ情報が来て新環境になったというところでね、新環境に対応したデッキを作ってきたというわけではなく、新環境前かの時にインフィニティいたデッキを使ってね、ちょっと潜ってみようかなというふうな感じです。はい、なんだっけ、キルモヒットモンキーとバスのデッキなんですけど、はい、ランクシステムとかは変わってほしいなというところもあるので、それを願いつつね、潜っていこうかなというところです。はい、紹介していきます。ウッド、バスト、アイスマン、工具、アンジェラ、ヒットモンキー、ビースト、ファルコン、ミステリオ、ビショップ、ダークウォーク、チャベスというような感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければと思うので、それではどうぞ。はい、マッチング出しました。相手はデッドフェルさんというような感じですね。フェンネルか、なんかあれなんだね、パッチ情報来たんだね。ちょっと全く目通しなかったんですけど、来たと。あとなんかすごい変わってる、何、ちょっと語彙力ないけど、あとシンバルの音が聞こえんだけど、これ気のせい。ちょっと今やってるデッキは特になんだろう、面白みのない普通のなんだビーストファルコンのデッキなんだけど、インビジブルウーマン、これさ、ボットじゃなくなったのかな。まさかそんなことないよね。おー強い。ここはビショップでエースっすね。はい、めっちゃいいっすね。なんか相手人っぽいな。そんなことない？あ、いや違うか。あ、人じゃないかも。人じゃないのこれ。すごいシンバルの音が聞こえるこれは何なの？いいアップデートも捉えられないんけど。まあいいや、これで。はい。HP リー。これなんかこれも変わったんでしょ、効果。一番上だったら、ああ、すごい。ヘラもなんか、エフェクト結構入ってるんだね。やっとなんか本格的に力入れたみたいな感じなのかな。よくわからんけど。これでいいかな。ダークホーク行く必要ねえか。ダークホーク弱えわ。だったら、こうのこうか。ちょ、待ってね。こうのこうか。こうか。この効果、これでいいか。こうやってあれな。はい、勝ちじゃないかなっていうところだね。はい、でバストでしっかりとバフしてもらって、でウッディファルカス、サカン、はい、で工具で、相手がスナップってきたらいいなっていうところですけど、ありがとうね。チャペスも変わったんだよね。あ、ピューピューピューで取られづらくなったってことかな。ちょっとあんまよく分かってないんだよねこれでいいか。はい、勝ちですね。ちょっと待って、あかんわ。66の611 17、こうがいいか。これでいいね。 OKこのステージかっこいいな。ヘルカー、デーモン、ミステリオ、ウッド、バスト、ジジー、はい、マッチング出しました。あ、笛鳴るようになった。やっぱそうだよな。笛鳴ってもらわないと困るよね。やっと本気出したんだな。いや、これはいいと思うよ。てか普通でしょ。なんで今まで音なかったのって話なんだけど。工具。
え、こんなことになってんだらさ、そのあれも変えてほしいよね。今なんだっけこれ、今ほらあのなんていうのランクの仕様もまだボットだもんな。早くテコ入れしろよな、つまんねんだよマジで、やっててもよ毛布。うわマジずるいな。あーとりあえずこれでいいか。はい、あーでもまあいいか。バストでもよかったかなってところだったね今。ちょっとやっちゃったかも。風によ力を貸しなさい。うっと、あーそっか、ローグがいるからめっちゃ強いな今気づいたんだけど。とりあえずこれでいいか。はい、まあ上げれるだけ打点上げとこう。で最終ターンにローグでパクっちゃいいから、デブリマジ？もうやってるなそれ。終わったやん。相手のスナップだ。終わった。撤退。はい、マッチング出しました。相手はエマーヌラさんというのがですね。はい。まあここはアンジェラ、あ、置かない、置けない、ごめんなさい。はい。OKしましょう。うん。はい、オマンティス。まあここはアンジェラを置いてしまって、まあ恐竜デッキでしょうね。なんであとはテンポをしっかり取ってって勝っていけばいいかなと。わーお最高だね。まあビショップいきましょう。 OK、 コレクター、まあ特に怖くはないね。まあ、しっかりと、うーわ、ナイスだな。ここはじゃあ、バストから行って、ちょっとファルカス弱くなんだけど、まあどうでもいいや。はい、これにしましょう。OK。うん。最高打点上げてしまってね。はい、ケーブル。まあカードパクられますが、特に問題はない。あ、だからチャペスか、これ、確定で。なるほどね。ケーブルが弱くなったね。弱くなったってわけでもないか。はい。ただ、あれだな、これ。あんま惜しくないな。ちょっとやっちゃったかもしんないね。まあこれでいいか。はい。あーまあでもデーモンも取っといてよかったかもしんないな、もしかすると。そうだね。まあでもいいか。で、相手はスナップってくるおバカだな。じゃあここは置いてしまって、ヒットモンキー。ただこれアイアンマン来たらあれか、負けんのか。じゃあこうでいいか。はい、そうすると6の4の12の大丈夫だね、勝ってるよね。ちょ計算しないから分かんないんだけど、多分勝ってる。
以降にいる場所。スナップだ。大丈夫。なんか、ああ、オッケー。勝ってるっしょ。8だもんね。うん、8だから7か、ここ。あ、8、9ね、ごめんなさい、間違えました。はい、ついつい。はい、間違い出しました。相手はスコーピオンさんというような感じですね。ここは工具いきましょう。 OK。 はい、かまる。うわ、まあ、かまた、あー、いいね。かまたが来るならいいね。まあ、ここは、はい、ウッドめっちゃ手札に入れて、で、スターク・タワタワ。じゃあここは置いてしまって、はい、で次のターン、ヒットモンキービーストでいいかな。うん、マキシマ。あら、どうしようかな、ここ。これでいいか。で、次のターン、ヒットモンキーでここ回収して、行こう。多分大丈夫。ちょっと計算しないけど。はい。まあ、本当はちょっと手加減したいってところあるんだけど。くわっ！許さねえ。絶対に。絶対に許さねえ、あいつは。これでいい。OK。終わらせてやるよ、次のターン。マジかよ。とんでもねえや。終わったかもしんねえ。いや、でも終わってはないか。オールシステムゴー。5枚でしょ。相手のスナップだ。平気、勝ってる。ニートが、ニートか。ニートがだるいのか。24、8。そやな、これニートいるな、相手。こうしよっか。これだったらいいや、ニート来ても関係ないね。はい、関係ない。いける。大丈夫。スナップだ。ニートしかいない。オッケー。完璧じゃない？読みがち。ジジイ。